川を作ろう。草原がまだ。森を作ろう。森もまだか。ってことは草原の続きかな。草原を作ればいいかな。でも草原団子がないんだよね。じゃああれ持ってこようか。まあまあとりあえず、まあなんか草原作ってあげればこの子たち満足しそうだし。置いてる間に、よっ、あ、レシピの選び方、たくさんのレシピが増えてきた。空っぽ島の作業台ではレシピを、カテゴリーから選べるぞ。なるほど。適当の噴水、ちょっと後で試してみよう。はい、ちょっとここまで作業台で作りに来るのがめんどくさいので作業台を移動させましょう。ある程度してくれたらこれ置いて、とりあえず夜があれだから、ほら来ちゃったよ。でもベッドって確か持ってた気がする。持ってないっけ。ベッド持ってないな。わらのベッド持ってた気がしたけど置いてきちゃったか。じゃあ今なんか書いてあったね。枯れ草無限ボーナス。じゃあもうこれだ。これ作り放題なんだね、わらベッドは。えい、おやすみ。そしたら草原作りをしましょう。で草原が、まあ、小屋子はなんか意外と持ってたな。これどんぐりもあるので、まあ、森林もこれで作れるかな。OK。じゃあこれで作っていきましょう。で次がはい、ミミズやるよ。でもこれ全部やるの大変じゃない。たくさんの草原ができたわね。さすがミミズンだわ。ギャハハハ、マジやばい。めちゃめちゃ綺麗な感じじゃん。おお、これはモンゾーラに緑を作った時みたいだな。
あっちの鉢とか向こう側にも緑があるといいかも。それにあっちにもそっちにもどっちだよ。へへお前たち今作ったところなのにもう次の話かよ。緑が増えれば島はもっともっと豊かになるはずだよ。この調子でうねうね緑を作ろうね。ポッポッポ、開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったのデフ。ポッポッポ、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。やっはー、ではさらばじゃ。で、あと森かな。森どこに作ろっかな。この下とか森にしてみる。あ、ここからか。もう一個向こうか。えい。が頑張ってきてくれれば森を作ろうが5分の4だけど大丈夫なのか。ミミミン、デフが草原団子を置いてくれたおかげで草原の方だったわ。うまく草原を作れたよ。やったわね。やっぱり世界に生活するには緑がないと心が散っちゃうもん。デフ、草原の後は森を作っていこうね。川作りが進んだから、進んだらまた声をかけるよ。これいつの報告だ。F、川作りも順調みたいだし、いよいよ辺りに森を作っていこう。私と島子お姉ちゃんで今度はこれを作っておいたのをデフにあげる。早くください。ミミミ、森林単語モンゾーラで僕が欲しかった餌だ。わあ、ありがとう。2人ともそれを地面に置けば辺りを森にできるよ。キャハハハ、いよいよ森作りだ。完成したら地箱大森林でな、みんな自分の名前つけたがるな。地箱大森林って名付けようよ。それがリズフォレスト。餌を置いてくれれば僕がそこを耕すよ。そうすれば木が生えてすぐに森になる。ただ餌は壊せない岩の上に置いてもダメなんだ。土が乾いた土の上に置いてね。さあデフ、森林団子を地面に置いて緑の森をまずは5マス分作ってみよう。何、納得いかないって。もう一マスか。じゃあはっ、一マス分だからあれか、森になってないところはカウントされてないのかな。ミミミーデフ、草原しか映ってないけどね。デフが森林団子を置いてくれたおかげでたくさんの森ができたよ。キャハハ、さすがミミズン。こんな森や緑が作れちゃうなんて大ミミズ界の大物だよ。マジで千葉子、僕大ミミズじゃなくて超ミミズだから。大物じゃなくて超物だよ。そこじゃねえよな。とにかくこの空っぽ島にもついに森ができたわね。リズになんか空気読んでもらってんじゃん。川の流れに沿って緑が広がってめちゃめちゃ綺麗な川じゃん。あ、綺麗な感じじゃん。荒れ放題だった島がこんな風になるなんてな。偉いぞデフ、ミミズン。
これぞ蝶ミミズの面目躍如。僕蝶ミミズ界の蝶ムロだね。キャハハハ、やったねデフ。これで石板に書かれた草原作りと森作りは終わったみたいだよ。イエーイ。これで終わったか。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったのデフ。ほっほー、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。うん、ではさらばじゃ。あいつそれだけを言いに何回も来よる。やったわねデフ。これで石板の緑のものづくりを達成できたわ。緑の森があれば緑に囲まれた小さな村も作れそうですね。土を耕して畑を作ることもできます。デフさん、もちろん畑の作り方は覚えてますよね。土の上に目印となるかかしを立ててもらえば、みんなでそこを耕して畑にします。もしせっかく作った草原や森を畑にしたくないなら、そこは避けてかかしを立ててみてくださいね。耕した畑に種をまいてしばらく待てば作物が育ちますよ。すごいじゃない。これでこの島も食料問題も解決だわ。デフさん、石板のお題が落ち着いたらみんなが住む村も作ってくださいね。すごいや。はい、ビビビーン、慣れ放題だった空っぽ島についに緑の森を作れたね。ありがとうデフ。この空っぽ島にもまたブランコを作ってくれると嬉しいな。ブランコか。僕、餌があればいくらでも緑を作るよ。もっと大きな草原や森を作っていこう。デフ、この島もモンゾーラの時みたいにまだまだ緑でいっぱいにしていこうね。あれ、みんな集まってきた。川に草原に森。デフがひらめいた3つの開拓レシピはこれで全部完成したわね。あら、どうしたのよ、シド。何か不満でもあるの？いや、もちろんそんなものはない。ただ、不思議なんだ。俺の中で何かが。大丈夫っすか？ひょっとして物を作れないコンプレックス的な何かっすか？とにかく、デフさん、改めてすごいもの作りでした。景色ごと作っちゃうなんて驚きです。デフさんは地図を見られますよね。地図を上から見れば景色ごとを作ったことがよくわかるはずですよ。物だけではなく世界まで自らの手で作るビルダーとは本当にすごいものだな。わはは、我が輩もお主の父として、兄として、母として。母はないでしょ。鼻が高いぞ。キャハハハ、でも不思議、こんなにすごいものを作ったのにまだまだ作りたくなってくるね。それはそうだけど、ずっと草原や木ばっかり作ってるわけにもいかないわ。そうっすよ、そろそろ新しい素材や仲間を集めるために次なる大きな島に行くべき時かもっすね。まあ、ひとまず川も草原も森も全部作り終わったのよ。石板を調べに行きましょう。石板か。目標を全て達成した。緑の石板から強い力を感じる。イエーイ。すごいじゃないデフ、なんだか一回り大きくなった気がするわ。ポッポッポー、やったのデフ。前にも話した通り、この石板はかつてのビルダーの一種。石板の求めに応じ、自分で考えたものを作ることでビルダーとして成長することができるのじゃ。破壊の神。ん？デフ、何か言ったか？破壊神指導。誰だ？ビルダーの成長、それは破壊の神たるあなたの成長でもあります。破壊の神だと？俺はそんなんじゃ。ものづくりの力を見て、あなたの中に言葉知る力を感じませんか？ぐぐぐぐぐぐ、うーん、はっ。
スーパーサイジンなんのか。指導がパワーアップした。素晴らしい力です。その力でビルダーを助け、この地でさらなるものづくりを進めるのです。お前は誰なんだ。私はこの世界を作りし、そしてあなたに最も近しい存在です。破壊の神よ、私はあなたの復活を待っています。どうしたのよ、シド。一体何があったの？よくわからんが、体から力が溢れてくるようだ。ますますデフと一緒に戦いそうだぜ。うわー、何はともあれ頼もしいではないか。これからもデフのことを頼んだぞ。ではデフ、お主を次なるものづくりへと導こう。山頂の神殿まで来るがよい。デフよ、我が輩たちはこの緑の開拓地をモンゾーラの民が住まうふるさととしたい。そうしましょう。モンゾーラの村よりも広いこの土地で自由に畑を作るんです。私、お料理を作りたいな。モンゾーラに作ってくれた料理部屋よりすごいのが欲しい。うわっはっは、我が輩たちはこれからここで暮らしてゆく。この地でのもの作りも頼むぞ。やった。デフよ、どうしたのじゃ。まさかとは思うが、お主、この地にはまだまだ物を作りたいのか。ほうほうほう、お主は根っからのビルダーじゃの。仕方ないのじゃ。ではこの石板をもう一度調べてみるがよい。新たな目標が並んだ。こだわり、いろんな部屋レシピを作ろう。こだわりレストランを作ろう。こだわり、とても高い場所に部屋を作ろう。草原をたくさん作ろう。森をたくさん作ろう。水場をたくさん作ろう。島の住人を増やそう。島に明かりを置こう。牧場を作ろう。畑をたくさん作ろう。いろんな料理を作ろう。ポンポンポン、改めて石板を確認したのじゃな。それがお主のこだわりか。レフ、まだそんなに物を作りたいの？すごい物作りよくね。ポンポンポン、こだわりレシピとは面白いの。この島をそのこだわりレシピに従ってどんどん開拓していこうというわけじゃな。こだわりというのは時間もかかるもの。今すぐやらずともよい。お主がやりたい時にやってみるのじゃ。では新たなものづくりについては神殿で教えよう。まずは神殿に来るがよい。新たなものづくりか。こだわりってやつとは違う、新しい何かなんだな。開拓レシピをやってみよう。たくさんの開拓レシピをひらめいた。空っぽ島の開拓に悩んだら開拓レシピを達成してみよう。なるほどね。白爺のやつが山の上の神殿に来いって言ってやがった。どうするか、行ってみるか。ルルもついていくわ。これからのことも聞いておきたいし。それじゃあデフ、ルル、3人で白爺のところに行こうぜ。じゃあ白爺のところへ。はい、解散。改めて石板のお題をよくこなした。見事であったぞ、デブ。この島はお主の島じゃ。これからも仲間たちと共に好きなものを自由に作っていくがよい。そのためにもじゃ、最初に教えた掲示板に続いて他のビルダーと交流する方法を教えよう。別の世界、別の次元にいる同じ志のビルダーたちと交流し、共に物を作るのがオンラインモードじゃ。ここにもお主が島に来た時、指導と共に大ネズミと戦った洞窟。この場所こそビルダーを呼んだり他のビルダーの元へ行ったりする玄関口となるのじゃ。なんかヒゲが出てきた女の子のほっぺの色違いが、トランクスみたいなのが出てきたな。
このダンスは今のお主ならこのビルダーの扉を開けるはずじゃ。洞窟へ行き扉に触れてみるがよい。みんなパラレル世界のポンペとかソフィーなのかな、ドルトンとか。だからみんなソフィーダンスを踊れるんだろうね。ビルダーの扉の周りをナイスに飾り立てておくと島に来たビルダーを驚かせられるようぞ。話はよくわからなかったけど他の場所から仲間を呼んでみんなで一緒にルルー王国を作れるわけね。他のビルダーの島に行って指導帝国を作る参考にもできるわけだ。そいつは悪くない。仲間と物を作るのはこの上なく楽しかろう。必ずではないが気が向いたらやってみよう。さてそろそろお主を新たな知恵と導く時が来たようじゃ。船着き場の船長と話してみるがよい。急ぎ浜辺へ行ってみるのじゃ。オンラインモードについて詳しく話を聞きたければもう一度わしに声をかけるのじゃぞ。友達とマルチプレイ。旅の扉を使うと自分の空っぽ島に友達を呼んだりして人の空っぽ島に行けたりするぞ。オンラインに接続する必要があります。じゃあ小さなメダルだね。メダルを10枚集めてくれたお礼じゃ。リボンをやるぞい。ローレシアの服のレシピ。ドラクエ2の、主人公のからよっ。そしたら次の島へ行けるようになったということで今日の放送はこの辺にしといて次回までに空っぽ島を、裏でなんかいろいろやってみます。畑作ったりだとか、まあ、家作ったりだとか。で次回の放送は、次の島へ旅立ちましょう。なんか鉱石の島があるらしいのでそんな予定にしましょう次やるときは。はい、ということで、ツイッターのフォロー、チャンネルの登録など、ぜひよろしくお願いします。でもうすぐ、100人、あと15人ちょっとぐらいかな。まあ、どんどんなんか登録してくれてる人が増えてきてるので、とてもありがたいです。あと15人ぐらい増えてくれたら、なんか特別な放送、記念放送をやろうかなと思います。はい、それではここまでお送りしたのはデフでした。おつデフー。